バスキン、ロビンスバスキン・ロビンスはアメリカの世界最大級のアイスクリームパーラーチェーンの一つ。世界40カ国に7300以上の店舗を展開している。日本では31アイスクリームの名前で知られる。31とは英語の31で31種類のアイスクリームがあるため1ヶ月毎日違うアイスが楽しめますという意味が 込められているが実際には32種類もしくは28種類のアイスクリームが置かれている店舗が多く、これは冷蔵庫が四角いので偶数の方が経済的であるという理由である。実際には1200種類のアイスクリームが作られているが、世界のどのバスキン、ロビンスの店でも大抵は32種類から選べる。創業者はバートバスキンとアービン・ロビンスの二人。バスキンは ロビンスの姉の夫だった。二人ともアイスクリームが好きで店を持つことを夢見ていた。ロビンスの父はワシントン州タコまでアイスクリームショップを経営しており、ロビンスは店を手伝うのが好きだった。第二次世界大戦中、ロビンスは1942年から1945年にかけて陸軍に入隊、バスキンは海軍に志願しそこでアイスクリームを作っては同僚に配った。 戦後二人はロビンスの父親の勧めで別々に店を開くことにした。まず1945年にロビンスがカリフォルニア州グレンデールにスノバードを開業した。そして翌年には退役したバスキンが同州パサデナにバートンズを開業した。その後バスキンとロビンスの両者はカリフォルニア南部で勢力を伸ばし1953年に合体して、 バスキン・ロビンズとなった。1960年代中盤には全米400店舗を達成。1967年にバスキンとロビンズはバスキン・ロビンズをユナイテッド・フルーツに推定1200万ドルで売却し、1970年代からは順次海外出店が始まった。現在はすべての店舗がフランチャイズである。創業者の手を離れ、 様々な親会社の元を転々としたが1973年にイギリスの食品会社 j ライオンズが買収した。2005年にアライド・ドメックをフランスの酒業メーカー・アッペルのリカールが買収した際バスキン・ロビンスとダンキン・ドーナツを傘下に持つ持ち株会社ダンキン・ブランズ・グループの売却が発表された。ダンキン・ブランズ・グループは2006年から投資ファンドのベイン・キャピタル カーライルグループ及びトーマス・ H リー・パートナーズによる共同所有となっている。日本ではバスキン・ロビンスと藤家の合弁会社の BR31 アイスクリーム株式会社がチェーン店を展開している。高速道路のサービスエリアにあるような小規模な店舗では31種類以下の品揃えであることもある。また一部の店舗ではクレープを取り扱っている。 当初は陶器上の称号にアルファベットを使用できなかったため、称号の BR の部分は BR であったが2007年に表記を現在のものに改めた。藤化と消費者のイメージ的につながっていないため、藤化の期限切れ、原材料使用問題による影響は比較的小さかった。店舗などの看板では、旧来は31バス金。 ロビンズ31アイスクリームというものだったが、最近ではバスキン BR、ロビンス31アイスクリームというものが増えてきている。このロゴの A 字部分は青だが、BR の B の縦棒以外の部分と R の縦棒の部分は赤くなっており、その部分で31と読ませるようになっている。日本ではワンとの呼称がほぼ一般的であるが、本国のアメリカではバスキン、ロビンスと呼ばれているため、 アメリカ人にサーティワンと言っても、ほとんど通じず、逆に日本ではバスキン・ロビンスは通じにくい。現在フットワード102020年4月から。過去、フジテレビトリビア普及委員会、トリビアの泉平の本17講談社2006年。ワンの故障が通じるのは日本と台湾のみであり、近隣国である中国や韓国、香港はバスキン・ロビンスと呼ばれる。 なお台湾へは日本の BR がアメリカの本社との契約によって台湾の民間企業とフランチャイズ契約を結んだことで出展された b r サーティワンアイスクリームに関するカテゴリーありがとうございます。